やはりあなた方だったか。同志たちから報告は受けていた。どうか仲間の非礼を許してほしい。私を追う理由を聞かせてもらえるだろうか。そうか、ドラゴン族の進軍を止めるために対話を。あなたの決意は本物なのだな。しかし竜と人との対立の根源にある隠された真実を知らねば対話も叶わないだろう。今こそ語ろう。私が見た真実に触れる過去。1200年もの遥か昔、エレゼン族の一団がクルザスの地にやってきた。当初はドラゴン族との小競り合いが絶えなかったが、やがて一人の乙女が二つの種族の架け橋となる。彼女の名はシヴァ。彼女は高い知性と理性を持つ竜と対話する中で、七大天竜の一翼である青竜フレースベルグと出会い、種の違いを超えてかの竜を愛するようになった。だが人の命は竜のそれに比べてはるかに短い。どんなに長く生きようとも人は100年もすれば死ぬ。一方で竜は千年万年の時を生きる。シヴァの愛を受け入れたフレースベルグも苦悩した。やがて死が二人を分かつという現実に。そしてシヴァは懇願したのだ。自分を喰らってほしいと。魂となって永遠に寄り添うために。かくしてシヴァの魂はフレースベルグに宿り、これを知ったドラゴン族と人とは互いを認め、融和への道を歩んでいった。二つの種族は協力し、この地に美しい国を築いた。しかし竜の目に満ちた力は人の心を惑わせ、この蜜月関係はわずか200年足らずで終焉を迎える。人は欲望を抑えきれなかった。事故のために七大天竜を騙し討ち、その目を奪ったのだ。今イシュガルドを襲わんとしているのは、七大天竜の一翼にして人の裏切りにより目を失ったニーズヘッグとその眷属。かの竜の目的は奪われた目の奪還だろう。それが叶わぬ限り対話に応じるとは思えないが。それは違うな。お前の語る過去が真実かどうかは別として、確かに以前ニーズヘッグは竜の目を狙っていた。だからこそ俺は危険を承知の上で竜の目を持ち出し、都市を離れて各地を転々としていたのだ。奴をコートから引き離すためにな。これまで奴は執拗に俺を狙い続けていた。だがここに来て狙いをイシュガルドに変えた。そこには奪還すべき目がないことを承知の上でだ。
コート攻撃の理由が別にあるというのか。それに奴の憎悪は目を奪還したとしても晴れまい。この竜の目を通じて俺に伝わる暗い感情はもはや狂気と呼ばれるほどのものだ。ニーズヘッグとの対話が絶望的だとして、青竜フレースベルグならばどうだろう。イシュガルド侵攻に加担していないことを考えると、今も融和を望んでいる可能性はないだろうか。あくまでも争いを止めると。ならば私も共に行こう。かつて私がフレースベルグと開港した地、霊峰ソームアルに抱かれし竜の領域ドラバニア。かの竜はその航空に広がる雲海に住まう。どうした？大丈夫かい？無理はしないでくれよ。さあ、行こう。ドラバニアは西の山を越えた先だ。驚いた。我が竜の爪をわずかとはいえ打ち砕こうとは。調和を望み混沌を鎮めんとする固き決意、これが人の意志か。その行く末見極めさせてもらおうぞ。